というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回はクリエイター向けノート PC シリーズ第3弾となります。またまたね、面白そうな PC が現れました。というのも今まで紹介したノートはかなり尖っていた部分が多かったんですが、今回はねもっとバランスがいいというかオールラウンダーなノート PC なんで一番汎用性があるかもしれません。ということで本日紹介する PC はこちらになります。MSI のサミット E16 フリップです。この PC は9月に発売された新作なんですが、画面が16インチとかなり大型な上にタッチパネルを搭載しているのが特徴です。メモリは 32GB モデルが選択できて、 SSD も大容量で超高速です。もちろん RTX グラフィックボードも搭載で、 OS は Windows 10ですが無料アップグレードに対応しているので11を使ってもいいし、10を使い続けることもできます。といった感じでかなり幅広い使い方ができそうなスペックです。というわけで早速レビューに移りましょう。まずは付属品を見ていきましょう。パッケージの中には説明書類と AC アダプター、電源ケーブル、そしてアクティブペンが付属していました。このペンは追加購入の必要はなく標準で付属してくるみたいです。ペンを除けば付属品は必要最低限といったところでしょうか。本体の見た目はこんな感じでかなり高級感があります。正直今までレビューしてきた PC の中で一番高そうに見えるかもしれません。表面は黒の艶消し素材となっていて、しっかりとした金属の質感です。安っぽさゼロなので触った時の満足感はかなりあります。サイズは横が約 35.8cm、 縦が約 25.8cm、 厚みが約 17.5mm となります。持った感じでは一般的な 15.6 インチの PC とそこまで変わらないサイズ感ですが、16インチのノート PC としては厚みがびっくりするぐらい薄くて、タッチパネルとグラブを搭載しているモデルとはとても思えないです。なお重量は公表値通りの 2.1kg 程度でした。16インチでタッチパネル搭載と考えると軽い方だと思います。インターフェースは右側に USB3.2 が2個とマイクロ SD カードスロット、イヤホン端子があります。左側には USB Type-C が2個と HDMI ポート、そして切り替えスイッチがあります。このスイッチはウェブカメラのオンオフを物理的に切り替えられるものとなっており、直感的に使えるので便利です。そしてこの Type-C 端子なんですが、なんと PD 充電に対応しているので Amazon とかに売っている超コンパクトな充電器を利用することができます。グラボ搭載の PC でこれに対応してくれるのはかなりありがたいですよね。格段に持ち運びやすくなります。あとね、指紋認証にも対応しているので指紋認証リーダーが本体についています。これもあると便利な機能です。キーボードは少々独特な配列になっています。右シフトが小さく作られていたり、テンキー周りが特殊な配列だったり、小さめのキーが多かったり、電源ボタンがキーボード内に埋め込まれていたりと、あまり見かけないポイントがあります。慣れるまで少し時間がかかるかもしれません。一応テンキー周りが狭く作られているのでキーピッチは約 19mm としっかり確保されていますが、この配列に慣れていないこともあり若干の違和感は感じました。キーストロークは約 1.5mm 程度と割としっかり沈みます。あと全体的に押し心地は固めです。バックライトに関してはカラー変更はできませんが明るさの変更は可能です。トラックパッドに関しては普通の使い心地です。通常使用時に違和感はありませんが、汗をかいていると少し反応が悪くなるので気になる方はマウスの利用を推奨します。ディスプレイは16対10のアスペクト比で光沢のある画面となります。一般的な16対9のディスプレイより縦が長いのでより作業しやすいイメージです。解像度は 2560×1600 となり 4K まではいきませんが、フル HD より綺麗で細かい表現が可能です。色域も DCI-P3 相当でかなり綺麗な発色です。映像や画像の編集と相性が良さそうです。また 120Hz 駆動に対応しているので一般的な 60Hz ディスプレイの倍速となり滑らかな映像表示が可能です。ゲーム用途としても相性がいいですし、 120fps の映像編集ができるのも素晴らしいです。これこそクリエイター向けだなと思えるディスプレイです。さらに本機はタッチパネルを搭載しているので指での操作や付属のアクティブペンで繊細な絵を描くことも可能です。このペンは4096段階の筆圧感知と片
傾き検知が可能となっているので、かなり実際のペンに近い書き心地が再現されています。僕は絵心が全くないので素人レビューとなりますが、文字を書いたりする分には全く違和感なかったです。ディスプレイも 120Hz 駆動なのでめちゃくちゃスムーズに書けます。なお本体も 2-in-1 のコンバージブルタイプとなるので、ペン入力しやすいように360度自由に角度を変えることが可能です。あとペンを使わないときは本体左側に磁石で固定できるので、これも便利ですね。では外装面のレビューは一旦ここまでにしておいて、内部のレビューに移りましょう。まず起動すると表示が小さくて見えないので拡大率を調整します。今回はレンタル品なのでこのような状態でしたが、初期設定は 150% みたいです。初めからインストールされているソフトウェアはこんな感じでしたが、これもレンタル品ということでクリスタなどは製品版では入っていないとのことです。ドライバ類を除くとセキュリティソフトとしてノートンがインストールされているぐらいで、妙なソフトが大量に入っていたりはしないです。あと MSI オリジナルのソフトウェアとして MSI センタープロというものが搭載されており、動作モードが変更できます。ハイパフォーマンス、バランス、サイレント、スーパーバッテリーから選択することができ、用途や環境に合わせて性能を調整することができます。サイレントやスーパーバッテリーなど使い道が分かりやすいのでかなり好印象です。では次はベンチマークを測定していきます。今回はハイパフォーマンスモードで全てのベンチマークを測定しました。まずはパスマークパフォーマンステストからいきましょう。スコアはこちらになります。はい、ノート PC としては十分すぎるスコアではないでしょうか。メモリやストレージに関してはデスクトップ PC と比べてもトップクラスの性能です。 CPU は一般的なノート PC に搭載される省電力タイプのモデルとなりますが、このタイプの中ではかなり高いスコアが出ています。唯一 GPU 性能は RTX 搭載モデルとしてはかなりスコアが低いです。これは本機のグラボが 40W モデルで性能が半分程度に抑えられているからだと思います。なおシネベベンチやサンドラのベンチマークスコアはこちらになります。メモリの速度やばいっすよね。こんな爆速見たことないです。普通のゲーミングノートの2倍ぐらい出てるんじゃないですかね。次はクリスタルディスクマークでストレージの詳細スコアを見ていきます。結果はこんな感じでした。本機は PCI Express Generation 4 の SSD を搭載しているので、速度は PC 全体で見てもトップクラスです。読み込みが早いのはもちろんですが、書き込みも超早いのが素晴らしいです。高速 SSD を歌っていても意外と書き込みが遅いモデルも多いので、これは好印象ですね。次はゲームのベンチマークを測っていきます。まずはドラクエ10からいきましょう。こちらです。フル HD の最高品質で実行しましたが、余裕でヌルヌル動いていました。スコアも振り切ってます。ということでもう少しグレードを上げて FF14 のベンチマークを実行しました。こちらです。はい、今回はデスクトップ向け高品質で測定しましたが、全然問題なくヌルヌル動いていたので、このクラスのゲームならかなり快適にプレイできます。パスマークの 3D グラフィック評価が低かったのでちょっと心配しましたが、案外問題なくゲームもプレイできそうです。発熱に関してはベンチマークなどの高負荷時には本体のこの辺が熱くなります。といっても温度も50度いかないぐらいで触れないほどではないです。キーボード周りは全然熱くならないので操作していて不快になることがないのはいいですね。騒音に関しては他のゲーミング PC や RTX 搭載モデルと比べるとマシですが、無音で快適というわけではありません。人によっては少し気になるかもしれません。消費電力は高負荷時で最高 90W、 アイドル時は 10W 程度でした。他のグラボ搭載モデルは 200W 超えるような消費電力があったりするので、このモデルはかなり消費電力が少ないです。 AC アダプターも最大出力 90W となっているので中堅クラスの消費電力と言えるでしょう。なおバッテリー持ちに関しては普通にハイパフォーマンスで作業をしていても3時間から4時間ぐらいはいける感じでした。性能を抑えてブラウジングや動画視聴をする程度なら10時間ぐらいは余裕でいけそうです。というわけで MSI サミット E16 フリップのレビューでした。利点と欠点をまとめるとこんな感じになります。まずね、 PD 充電対応でバッテリー持ちも良くてめちゃくちゃ薄いので持ち運びの PC にぴったりです。一般的なグラボ搭載ノート PC はもっと分厚かったりバッテリー持ちが悪かったりして AC アダプターを一緒に持ち歩く必要があるので、そういう点ではかなりノマド向けというか出先で使うのに相性がいいです。またメモリとストレージに関してはその辺のゲーミングノートよりはるかに早いので動画編集などの作業と相性バッチリです。読み書きが早いのでレスポンス
スがめちゃくちゃいいです。さらにタッチパネルとアクティブペンも使える上に高解像度の 120Hz ディスプレイも搭載しているので、手書きの必要性があるクリエイトな業務にも柔軟に対応できます。かなり幅広い用途で使えるバランスタイプのノート PC だと思います。一応バランスを重視した欠点としてグラボの性能が控えめですが、チップセット内蔵のタイプと比べると2倍以上高性能ですし、本格的なゲーム用途で使ったりしない限りは動作に不満を感じることは少ないでしょう。もう一つの惜しいポイントとしてはキーボードの配列が挙げられます。やや癖がある配列となっているので、慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。今回レビューした MSI サミット E16 フリップは MSI 公式サイトでメモリ 16GB、 SSD 512GB のモデルが22万円程度で購入できます。まあコスパって点を考えるともうちょっと値下げしてくれたらいいなって感じですね。といっても超薄くてかっこいいデザイン性や 120Hz 駆動で手書きがぬるぬる快適なディスプレイに魅力を感じる人にはベストバイだと思います。液タブ兼ノート PC みたいな使い方もいいですよね。性能のバランスもいいんでね、興味があったら概要欄から詳細を一度確認してみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは良き PC ライフを。またお会いしましょう。バイバイ。